さあ、どんな問題か見ていきましょう。 4桁の整数 ABCD っていうのがあって ABCD×ABCD をした筆差の流れがここに書いてあるわけです A とか B とか C とか D は全部異なる1桁の整数なので0123456789しかありえないわけですねさあで計算をしていった結果としてこの D とか C とか B とか A はこのねこの ABCD がそのままこうやってくるわけですねそしてここの部分はもともと何か数字があったんだけど1桁の整数があったんだけどそれを塗りつぶしたよって言ってる状態なわけですさあこんな中でね ABCD 最小の4桁の桁整数 ABCD を考えてくださいと言ってるわけです、まあ、だから計算の結果がこういうふうになるようなものが複数ありえるんだろうねひょっとしたらね、えー、その中でも一番小さいものを求めてくださいと言ってるわけですさあどうやって考えていけばいいのかっていうと、まあ、まずはねやみくもに考えるんじゃなくて一個ずつ手がかりをつかんでいきましょう、えー、と筆算の流れをそのまま説明していくとまずは abcd×d をしてこのね、えー、ほ,にゃほ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 にゃ d っていうのが出てくるわけじゃないですかでそうするとここ見ていただければ分かると思うんだけど この D とこの ABCD の D ここの掛け算をしたらやっぱり1の位が D になるよって言ってるわけですよね所詮はもう ABCD の候補で10個しかないわけだから10パターン全部試してみればいいわけですそうすると D としてあり得るのはどういうものがあるのか0、0これもあり得そうですよね 0×0 をしたら0になるのでここ0もあり得そうだなと1これもあり得るよね1る1をしたら1の位1になるもんね 2は残念ながらダメだね 2×2 が4になりますから224だと DDD が揃わないので2はダメですね3はサザンが9だからダメですよね4は 4×4 をしたら16になるからここ6にならないといけない446おかしいですね5は 5×5 が25だからここ555で揃うので5もありえるし 6×6 は36だからここ6もありえるわけですよね6。 で7だったら77499だからありえない8 8 8六6 4だから4だからありえない999811になるからありえないので D としてありえるのはこれしかないわけですそしてすぐに分かることがあって0はないっしょだってここ全部一桁の整数が来てるんですよ これ0を掛け算してしまったらこれ全部0になってなくなるはずですよね。とゼロゼロゼロ並ぶわけですから当然だけれどもえここの部分っていうのは、ね、塗りつぶしたというのがもう書いてないものにはないですからね。 でそもそも「いや先生ここに「0000」って書いてあったかもしれないじゃないですかまあその気持ちもわかるんですが、えー、そもそもねここ5桁の数なわけですよね5桁の数なわけですね五桁の数五桁の数五桁の数がここにこう来てるわけですここも塗りつぶしてるの5桁の数が来てるわけです。ということは0を普通ここに並べることはないっていうのからもわかるんだけれども5桁だっていうところを考えれば1もありえないですよね。だって1 もしこれ ABCD 1だったらどうなるのかっていうとこれが1だったらね 1×abc1 ってやったらここ abc1 になるのでここに数字は来ないですよね、OK、だから1もありえないですよねありえるのは5か6しかないわけですさあそんな観点で考えていくわけだけれどもここが5だったらどうなるのかな6だったらどうなるのかなっていうのを考えていきましょうかこれもし abc5 と かけることの ABC5 をするわけだけどこれさまあここが仮に5になるならばって話なんだけれどもよくよく考えていこうか C かける5とか B かける5とか A かける5っていうのをやっていって1の位がここに並んでいくわけですよねそうすると5かけるなんとかの計算っていうのは1の位は0か5しかないじゃないだよね。今もう5使ったんですよここに0か5しか置けないんですよ ってことはもう仮にですけどここに0とかっきてしまったらもうこれ何も置けなくなってしまうわけですよねだからこの時点で5もありえなくなるわけです。 うてりみわかりますか？5かける何とかって、えー、く,くく考えていけばね、51が55253155420っていう風に1の位は505050っていう風になっていくので、掛け算をしていたらここの部分は5か0しか並ばなくなっちゃうわけですよね。それはアウトだから結局 D は絶対6しかありえないってことがわかるわけです。ということでお疲れ様でした。ここの部分はもう6で決定です。6で決定。 えこうやってね1個ずつ1個ずつ数を見ていくわけなんだけどさてとこの後はどうやって考えていけばいいのかっていうとやはり5桁になるっていうところが1個ずつ1個ずつヒントになっていくはずなのでこれをもとにね考えていきたいと思いますこっち行きましょうさあ D abcd×dabcd×cabcd×babcd×a っていうのをそれぞればらしましたこれ言ってるる意味わかるかなここの部分が今全部よいしょ6に変わったわけなんだけど こういうふうに変わっていったわけなんだけど、これ意味わかるかな？こっち戻りますよ。6かける A B C D をしたこの結果を書いたわけね。A B C 6かける C をしたものがここですよね。A B C かける B をしたものこれ、A B C 6かける A をしたものがここになるんで、それを全部ここに並べたよってだけの話ね。いいですか？さあ、そうするとこれどういうふうに考えていけばいいのかっていうと、C とか B とか A も実は候補が絞れるわけです。 6に何かけたら1の位がループするのかっていうふうに考えていってほしいわけですよ。ってことで abc の候補はどういうふうになるのかっていうとこれは1だったならば1かける6で。 1> 1にはならないですよね1の位がねなので C は1はありえない、まあ、C とか B とか A に1はありえない2だったら 2×6 で12っていうふうにして2がループするので2はありえるわけですよね4だったならばこの辺が4だったならば 4×6 をしたら24っていうふうになって1の位がループするので4は OK ですよねわかるでは6 何かっていうのをやって何かが出てくるようなものを探しているわけで今ねここが今 A とか B とか C になっているわけだけど掛け算をしたときに1の位がループするものを探していたら4もあり得たわけです5は5かける6で300になるのでだめですよねえ6はもちろんありえないです異なる一桁の整数なんだからもう一回同じ整数は使えないです7は7かける6で42っていうふうになるので違うえ8だとならば6かける8は48で8度が出てきますので8があり得る9は 9×6 は541の位が4になりますから9はありえないので2か4か8しかしないわけですつまり ABC としてあり得るのは2か4か8しかないわけね。 ということは248なのか428なのか842なのかわからないけれどもこの abc の組み合わせっていうのは2か4か8を並び替えたもんだなってことが分かってくるわけですよ。いいですかさあそういう観点で考えていくと次どんなことが分かるのかっていうとこれ順番にさ小さい順で考えていきたいわけなるべく abcd を小さい数にしたいわけなんだからこれなるべく1000の位が小さい数の方がいいわけですよね。だよね。 なるべく、えー、線0 0の位が大きい順番あ小さい順番に考えていたてだ、ね、いていきます例えばですけれどもこれ ABC 先に A に2を入れたらっていうふうに考えてみましょうかでそうすると実際にここに2を入れてみると分かるんだけれども22000いくらかける2っていうふうにやってしまったらこれアウトですよね。なななんでかかいいうと5桁にならないから 2,000なんぼってどれだけ頑張っても6,000未満にしかならないわけですからこれかける2をしたとて分かる2990、まあ、仮に6だとしてもですよ。 まあ本当はそんな全部違う数だからありえないんだけれども、えー、それらって絶対に3,000よりもちっちゃいわけだから2倍ににしてもにもいかないわけですよねだからえ5桁1万以上の数には絶対ならないと。ということでも A はまず2は違うなってことがわかるわけですね。ということで A が2が違ったので次4で実験してみましょうでこれ実はね4でも違うんですね。 なんでかっていうと、まあ、仮にこれが四だったら、かける四をしたときに、ま四、あ、千いくらを四倍にするんだから五桁にはなり得るわけですよね。ただ四千いくらの後これ B か C に二が入るわけでしょ。ですよね。どっちかに二が入るわけです。どっちかに二が入ってしまったらどうなるのかっていうと、四千いくらを二倍にしたとて、やっぱり一万は超えない、五桁を超えないわけですよね。でしょ。だって五千未満の数だったならば、二倍にしたって一万未満になるじゃないですか。 ですからこれ B か C どっちかに絶対2が入っちゃうんだけれども2が入ったら絶対に5桁の数は作れないのでやっぱり A は4でもないんだなってことが決まるわけですね。したがって A は8というふううに決まるわけですということで A が8の段階で今度は実験していくとどうなるのかっていうとこのあとは別に何でもいいわけですよ。なぜかっていうとここの部分がね全部8だっていうふうに決まっていくんだけどさ888。8 8 8で決まっていって、まあ、ここが8になっていくわけだけど 8×2 とか4とかあここも8だった 8×2 とか4っていうのはこれ絶対に、えー、5桁の数にはなるわけじゃないですかですよね。ですということはなるべく小さい整数を作りたいんだったら42ではなくって24の方が適切ですよね。 ということでこの4桁の数っていうのは最小かどうかっていうのを除けば8426か8246がありえたわけです一番小さい数を求めたいので答えは8246とこういうふうになってたわけですねやはりまあポイントはここのね5桁っていう桁数に注目をしていくところだったのかなと思います。そそれれが分かれば、ね、そこまで問題はない問題題ははなないい じゃなないいのかなと思いま,すまあパズルっぽく解けるのでね、えー、ぜひチャレンジしてほしかったかなと思います。